次に示しますのは、指示エネルギーが1日1800キロカロリーの方を対象にした場合の食べ方です。釜飯は5分の4食べる。他は全部食べる。貧血気味の方へ、釜飯に入っているアサリが鉄分を補給してくれます。このメニュー全体で、1日に必要な鉄分の45%が取れます。 五目というと栄養のバランスが良さそうですが実はそれほどでもありませんご飯の量が多く糖質に偏ったメニューですグモ、鶏肉芝エビ、アサリ、生しいたけタケノコがそれぞれ 20g 前後入っているだけでタンパク質が不足気,気味ですご飯に味がついていると追食が進みがちです 写真のカマナで茶碗に2杯分以上あるので各アドバイスに従って残してください。